宮沢理恵は日本の女優、ファッションモデル。かつては歌手としても活動していた。東京都練馬区出身。身長167センチメートル。血液型は B 型。M2 企画所属。女優として映画、舞台、テレビドラマなどに出演。日本人の母親とオランダ人の父親を持つハーフ。夫は V6 の森達義。 11歳の頃にモデルとしてデビューし、ほどなくして雑誌、週刊セブンティーンの表紙モデルとなった。1987年、CM、三井のリハウスの初代リハウスがある、白鳥玲子役を務めて、注目を集め、トップアイドルの一人となった。同時期から活躍していた後藤久美子とは同学年ということもあって、仲が良く、また良きライバル関係でもあった。 後藤とは11歳の頃、キットカットの CM で共演歴がある。10代の頃には、16歳の時に、ふんどしカレンダーや、18歳の時には、ヘアヌード写真集、サンタフェなどの奇抜なアだい作り、そしてマネージャーを務めていた母親の存在とで、注目された。婚約や、婚約解消、また男性との交際、さらに虚食症の噂など、 芸能マスコミからのバッシング報道が相次ぎアメリカサンディエゴへの移住を発表するなど一時期は芸能活動休止状態となった。激痩せから回復してきたと見られる頃から徐々に芸能活動を再開し2002年の黄昏西米で落ち着いた演技を見せ映画の成功以降は女優としての活動の幅が広がり本格派女優としての評価が定着しつつある。 尊敬する岡本太郎が書き綴った生きること、死ぬこと、夫婦愛などの詩を朗読する活動も行っている。柔らかなウィスパーボイスの持ち主で、ナレーション業も多く務めている。2009年2月13日、妊娠6ヶ月であることを、所属事務所からのファックスで発表。後日の2月20日の報道で、相手は40歳代のハワイ在住、日本人実業家で、 元プロサーファーであることが明らかになった。同年4月上旬に婚姻届を提出。同月2日に東京都内で挙式した。同年5月20日に第一子となる女児を出産。2012年5月8日、一部のメディアにより離婚することが報じられ、同日に所属事務所からのファックスで離婚協議中であることを認めた。 2016年3月18日に正式に離婚を発表。2018年3月16日 V6 森田強史と結婚。これを報告する風書が V6 のファンクラブ会員に送付された。前述のように幼少時代からともにモデルとして活動していた後藤久美子とは一緒に旅行に行く計画を立てるなど非常に仲が良く2015年の宮沢の 舞台ロンドン公演にいて、後藤久美子が公演を観覧し、楽屋にも行って、ハグをしている。また、大河ドラマで共演した女優の水川あさみとは、お互いを名前で呼ぶ中で、妹のように可愛がっている。母、講師と非常に仲の良かった女優の桃井香りも、宮沢がブレイクする前から頻繁に、宮沢拓に来て、食事をしたり、宮沢拓で、 朝までお酒を飲みそのまま仕事に行くなどしており、桃井自身も、リエを可愛がっていた。その他には、神田ダの鈴木京花、小福亭鶴瓶、ビートたけし、井川春などとも仲が良く、自身の母親からの影響か政財界から芸能界の大物まで幅広い人脈を持っている。中でも、三河健一からは、妹のように可愛がられており、高野花との婚約破棄も、 宮沢の母の依頼を受けた、三河健一が説得したことによる。三河は当時ロサンゼルスに滞在していた宮沢に、対して、あんたは背負ってるものが重すぎる。あんたも母一人ご一人。おかみさんになったら、お母さんどうするのと説得しつつ、破局会見等や、宮沢の母、宮沢の相談相手だった、木原光智子と共に、自宅で宮沢と深夜まで過ごし、 励ましていた。すべて CBS ソニーより発売出演順は、出演順、出場者数で表す。ありがとうございます。